さあ続いてのやり込みはバイオハザード2デュアルショックバージョン最速豆腐登場だ。バイオ2豆腐モード最速タイムを狙ったやり込み。ちなみに豆腐モードとはバイオ2の隠しシナリオを題材にしたミニゲームで、持っている武器はナイフのみ。ということで、このモードでの最速タイムを狙うためのポイントとしては逃げることだけを考える。それでは華麗なるかわしテクニックをご覧いただきましょう。さあクリアしましたよ。タイムはなんと2分8秒。これが限界タイムでしょう。素晴らしい。